皆様こんにちは、ショーのホビーチャンネルへようこそ。今日は、パズドラのアンケートダンジョン7を S ランクで撮ろうという企画なんですけど、ですね、僕はすでにもう S ランク撮っております。はい、非常に簡単です。マジで本当に上級クリアできるのであれば、多分どのユーザーでも、下のそんなにランクが高くないユーザーでも取れるのではないかと思っております。じゃあフレンドの設定いきましょう。はい、ということで、こちらのパーティーですね。はい、こちらのパーティーでいきたいと思います。まあポイントとしては、まあ何でもいいです、本当にマジで何でもいいってわけじゃないですけど、まあ光でいった方が楽です本当に。で、あとまあ僕はドロップ運がないんで、まあバルキリーを持ってって変換してもらいたいかなと思ったりだとか、で、あと真ん中はコスト1ならば何でも OK です本当に。はい、カバンクルとかいいんじゃないですかね。はい、じゃあ行ってみましょう。よし、カリちゃんとある。はい、大丈夫ですね、全然余裕です。ほんと、やばい、枯渇した。よっしゃ、こういう時はね、困った時は副属性ですよ。まだ使わなくても大丈夫そうっすね。はい、もくもくとやっておりますが、はい、おっと、まあ普通にもうこれでいけんじゃないですかね。あ、光消えたし、はい、ここは通過。はい、ハムフィーム3体、ここは確定ですね。はい、でボスですのチェイサー。はい、おー、しかもドロップやったね。はい、ということで、ですね、あー、そうですね、完全にスコア見てなかったですね。危ない危ない。はい、で僕が一回取っちゃったんでスコア出ないですので、見てみましょう。はい、ですね、はい、 S ランク取ることができました。はい、ですね、これは本当にあれです、簡単なんですけど、こういう感じのパーティーだったら何でも取れます、本当に。S ランク、簡単に取ることができるので、ぜひぜひ皆さんも試して、玉ドラゲットしてみてください。はい、以上で、アンケートダンジョン7を、ですね、S ランク取ろうという企画でございました。またの動画を見てもらえて、まあ、すいません、なんかもう分からなくなってきちゃいました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。Thanks for watching Show's Hobby Channel today. Did you like the video? I hope you did. Well, to watch more videos on Show's Hobby Channel, please subscribe my channel.